東海大学の海洋調査船、研修船持ち星丸の煙突マーク2012万716に横浜港で撮影持ち星丸は東海大学海洋学部が海洋実習及び観測に用いる海洋調査研修船である。本項目では1993年に就航した三代目を取り扱う。東海大学は 海洋調査船として、また東海大学丸の大船として就航した東海大学丸二2世、そして、持星丸の大船として就航した持星丸2世の2隻を運用していたが、これらの後継船として1993年に、美保造船所で建造されたのが元船である。船舶安全法施行規則に基づく、 第一種船であり、旅客船として、遠洋国際公開を行う資格を有する。本船は、海洋調査船として、各種調査研究に従事するほか、海洋実習船として、海洋学部の教育活動の場となっており、必修科目である海洋実習のほか、各専攻に合わせた、専門公開実習が、元船で開講されており、 年間3500名を超える学生が乗船する。運航は委託せずに自前で行っており、船員はすべて東海大学が雇用した船舶職員である。船体は上部からコンパス甲板、航海船橋甲板、探偵甲板、上甲板、第二甲板、下甲板の5層構造で8つの水密区画に分割されており、また機関室と、 主発電機室は分離されている。水密扉は操打室から遠隔操作が可能で、損傷時復元性を考慮した設計となっている。加えて、陶器北方海域の航海を想定して、日本海事協会の i d 球体氷構造を有する。機関構成は2期一軸で、遠洋航海のための巡航能力と、研究調査のための微速航行能力を両立するため、 主機及び減速機、可変ピッチプロペラの操作により、高速巡航、経済巡航、超微速連続航行の各モードでの運航が可能である。船内居室の快適性の向上と研究機器への影響を避けるため、主機関、減速機、主発電機は断性指示となっており、船内の騒音、振動及び水中放射雑音を低減している。 搭載した各種観測機器により、大気、海水、波浪などの基本的な海洋観測、海底音響探査、海洋水産資源調査などを行う。観測機器の運用のため、船尾の作業甲板には、各種ウィンチ、A フレームクレーン、中折れクレーンなどが装備されている。採取した資料の分析のため、船内には、ウェットラボドライラボが設置されており、 ワークステーションを使用した情報処理まで戦場で一貫した作業が可能である。ありがとうございます。